こんにちは、ネタギオです。今回はジャパンアミューズメントエクスポ2015のバンダイナムコゲームズブースに展示されていたテケン7を紹介します。このシリーズ最新作ではグラフィックが綺麗になり、現時点でのプレイアブルキャラは20人、そのうち4人が新キャラです。ラッキークロエとシャヒンは今回初めて動きを見られました。ピンクなヘッドフォンと猫耳をつけたラッキークロエはリズムに乗りながら攻撃をします。ちなみに2014年の年末のコミケですでにこの子のコスプレを見かけました。シャヒンはたくさんのフェイントを繰り出す格闘スタイルでかっこいいキャラクターです。キャラクターの数は今後徐々に追加されていくようです。テケン7は2015年3月に稼働予定です。体験はもう20周年ですね。それでは次までさよなら。